くらなんでも。忘れたのかい、ベル君。ヘルメスは、そういう神だったろ。あ、そういえば、僕を助けに来てくれた時も。ああ、ヘルメスにとって決まりを破ることなんて、大したことじゃない。十階層だ、ベル君。二人はおそらく、その近くにいる。すぐ向かります。僕も行きます。あ、でも。エルメスは、僕の相棒ですしね。ベル君、連れて行ってあげてくれないか？神様。チンピラとはいえ、オロリオの冒険者相手に、キノ君は十分渡り合ってたじゃないか。あのマジックアイテムと彼の腕前は、ダンジョンでも十分通用すると思う。わかりました。一緒に行きましょう、キノさん。あった。こいつだ。これが、その希少な木でしょうか？ああ、とても高値で取引される。こいつがあれば、最高の鞘を作ってやれるぞ。ありがとうございます。なんてお礼を言っていいか。気にするな。俺は俺の仕事をしてるだけだ。モンスターです！くそ、あとは戻るだけって時に。待ってください、あの奥のモンスター。奴だけ格が違うようです。まさかあれって？ええ、イレギュラーのようです。おそらく下の階層から。私も出ます。バカ言うな。恩恵を授かってない奴がどうにかなる相手じゃ。私にも倒し方が分かってきました。奥の奴を葬るには戦力が多い方がいいでしょう。おいおい、本当かよ。俺が一人で倒せるようになるまでどれだけかかったと思ってるんだ。信じられません。あ、くそ、分かった。だが無理はするんじゃないぞ。もちろん、心得ています。来ます。僕を一人にしないでくれ。まるで英雄のようですね。お弁当用意してますよ。まるで英雄のようですね。
ない。下がれ。シズ殿、ここはお任せを。最優先してちゃんと戻ってくる。あ、シズ殿、早く。わかりました。いやー、素晴らしいぜ兄弟。こんな楽しい経験は久しぶりだ。だいぶ乗るのも上手くなったね。そっちの教え方が上手いからさ、この辺りのモンスターだって追いつけやしない。本当にありがたいよ。それにしてもまた景色が変わったね。ダンジョンは階層ごとにガラリと様相を変えるからな。どこにもない絶景、あるいは神秘が詰まってるかもしれないぜ。すごいね。世界は美しいかどうかは知らないけれど、広いや。違うだろう。世界は美しいかどうかはわからないけれど、面白い。わあ、神様っぽい。おいおい、俺はヘルメスだぜ。当たり前じゃないか。当たり前か。それで例のものは？ああ、そうそう、確かこの辺に。お、あったあった。多分こいつで大丈夫。というかこいつでダメならオラリオじゃどうしようもない。これがヘルメスが言ってた爆発する油？ああ、着火すれば爆発的に燃え上がる。君が言ってた燃料にかなり近いと思うぜ。そうなんだ。こんな場所にあるのよく知ってたね。うちにバーストオイルっていう爆薬を使う子がいるんだが、材料の調達にいつも苦慮しててね。近場で代替できる素材がないか探してた時に見つけたのさ。ま、燃焼性が高すぎて使えなかったけどね。適切な加工法なんかが確立しない限り使い道もないだろうし、とりあえず放置してあるってわけさ。まあ言ったよ。こっちにはモトラド用の燃料なんて売ってもないしね。それはそうだろうね。で、使えそうかい？この燃料は。うん、多分大丈夫かな。タンクのキャップを外して入れてくれる？よし、来た。
ライズさん、そろそろ帰ってきたかな。心配ないだろ。出てくるモンスター全部瞬殺だったんだぞ。とんでもねえ強さだよ、あいつは。うん、そうだよね。あれ、君は？どうしたんだい、こんなところで。ギルドに何か用かい？いえ、友人は待ってるんですけど。友人？バベルでってことは冒険者かい？ちょっと天然ですけど。まあ冒険者にもいろいろいるからね。ちょうど僕の知り合いもダンジョンに潜っててさ、探索範囲も上層だから心配ないとは思うんだけどね。上層なら私の友人も同じですね。10階層くらいにいると思います。そうなのかい？ええ、とても親切な人ですから、ひょっとしたらその人たちとも協力してたりするかもしれませんね。さすがにそこまで偶然はないと思うけど、まあお互い無事に帰ってくれるのを願おうじゃないか。はい、そうですね。また一撃、すごいです。キノさんのその魔法というかマジックアイテムですか？マジックアイテム、カノンと森の人です。そういう名前なんですか？なんかかっこいい名前ですね。そうですか？ええ、そんなマジックアイテム見たことありませんから、キノさんだけのものって感じがして。そうですか。あ、この辺りですね。神様が言っていたのはあった、エルメスのタイヤ跡。この先に続いてますね。行ってみましょう。はい。ベルソン、キノさん、下がってください。イレギュラーです。イレギュラー、なんであんなモンスターが上層に。傷ついてる。え？あのモンスターダメージが残ってますね。多分前の戦闘で。確かにところどころ血が。二人でなら倒せそうですね。行きますか？はい。今日も強くなる。とても刺激的でしたわ。希望を掴み取ってください。証拠を発見にゃ。ずっと
そばに逃がさない。アリバイは崩れたにゃ。図が高いぞ。まるで英雄のようですね。相変わらず原理がわからない。火炎放射器でもないし、冒険者っていうのはすごいな。キロさん、しぶとい。急所が人間と違うのか。倒れない。兄弟とね。ツーリング、キノ、見て見て、すっごく調子いいんだ。ヘルメスにもらった燃料。燃料ってこの国にはなかったんじゃ。そこはダンジョンの神秘ってやつさ。おっと、そうそう、急がないといけなかったんだ。うん、バレるとやばいんだよね。燃料も満タンだし、早く帰ろう。任せろ兄弟、ぶっ飛ばす。じゃあお先に、アディオース。ちょ、ヘルメス様。置いても大丈夫かな。多分。でも追った方がいい気がします。ですよね。あのままだと目立ちすぎますしね。行きましょう。ええ。見つけた。え？手応えなさすぎ？どうして？いろいろありがとうございました。うん、私は大したことしてないから。いえ、そんなことありません。この数日すっごい
く楽しかったですから。ああ、こいつが言ってるの本心みたいだぜ。お前のおかげでいい写真もかなり撮れたみたいでした。そう、よかった。気をつけて。はい。さすがに外の霧も晴れてるでしょうし。それどうかわかんねえけど、まあここまで来れたんだから帰りもなんとかなるだろう。まずは置いてきたトラックを探さなきゃね。そうだな。人の行き来も少なかったし、盗まれてるってことはねえと思うわな。本当にいろいろとありがとうございました。また近くを通ったら来ますから。楽しみにしてるね。はい、それじゃあまた。いろいろとお世話になりました。ずいぶん急だな。もう少し腰を据えててもいいんじゃないのか。いえ、短いながらここがどのような場所なのかよく分かった気がしますので。それはオラリオがお気に召さなかったということでしょうか。そうではありません。ここはきっとダンジョンや夢を求めて人々が集まる場所なんだと思います。なんとなくふらりと訪れた私たちが定住するには少しばかり敷居が高い気がしましたので。それにいつしか私やティーもダンジョンに惹かれる日が来てしまうかもしれませんし。そうか、お前はともかくその子がってなると安心してってわけにもいかなくないな。ええ、ですがこの数日はとても心地よく過ごせました。この地もあなた方のことも決して忘れません。私からも皆様本当にお世話になりました。 D、 最後に何か皆さんに伝えたいことはあるかい。D ちゃん気をつけてね。また遊びに来てくれるの待ってるから。ありがとう。ええ、ぜひいつでもいらしてください。わかった。まだあれば来る。気持ちは同じだけど、きっとまた会えるって。こんなに切ない別れはいつ以来だろう。おいおいヘルメス、あんまりキノ君たちを困らせるんじゃないよ。そうですよヘルメス様、キノさんたちは滞在は3日間と決めているんですし。また来るから兄弟。あ、待ってるぜ、兄弟。皆さん、いろいろとお世話になりました。とても、不思議な体験ができました。ベルさんも、お元気で。こちらこそ、またいつでも寄ってくださいね。はい、ありがとうございます。昨日出国したあの国だけど、変わった国だった。とても。D
けど楽しかったよ。モンスターなんて初めて見たし。モンスターか。どうしたのさ、昨日。お腹でも痛い？じゃがまるくん、あずきクリーム味の影響？違うよ。これは誰にも言わなかったんだけどね。あれって本当にモンスター、怪物だったのかな。はい。僕にはなんとなく人間に見えたから。正確には赤ん坊かな。いや、多分気のせいだとは思うけどね。変なこと言った。忘れて。そういえばエルメス、ヘルメスって人と、ずいぶん仲良くなってたよね。焼いてるの？まさか。ただ、意外だったなって。まだまだ僕の知らないエルメスはいるね。そうかな。そうかもね。本当に3日だけでよかった？もっと痛かったんじゃ？いいんじゃない？ 3 日だけなのはいつものことだしね。それに。それに？それ以上いたらいけない街だったよ。あそこは。そういえばさ、エルメスって名前、場所が変わるとヘルメスって言うらしいよ。へえ。じゃあ、たまにはヘルメスって呼んでもいいよ。